緊張してきた。試合の雰囲気がすごいかっこよくて、エンターテインメント性もすごいし、やっぱりこの千葉ジェッツで賞をさせてもらう機会っていうのは、僕らライダーにとってもすごい貴重な機会で、僕らもその分、自分たちの精一杯のライディングで返したいなと。ハーフタイムショー何やとかだったらチェックしてから、ね、あのショーをやるってまた発表が直前にあったので、それもあって、あ、今日ちょっと見に行きたいなと思って、今日もすごいいいものを見れると期待しながら来ました。とにかくエネルギーとパワーを感じるショーかな、みんなそのエネルギーをすごく実感できる、俺たちの技を見てくれっていう、そういうのが常にこう感じられているようなショーです。一番最初に会った時と、その時はもう本当に試行錯誤の段階だったので、それがどんな風にこのアリーナで表現できるのかなと思ったんですけど、もう第1回目のお客様たちの喜びと、そういうのが全部こう伝わってきて、で私も見てて、うわ素晴らしいあのショーだって思ってね。で2年目の時にもうちがプレゼンする時には必ず、彼らと一緒にまたやりたいっていう風な思いが込み上げてきました。それがまあなぜかもう4回目です。まあ通常やったら考えられないと思うんですよ。こういう鉄の塊をバスケのコートに持っていって。で自転車が飛ぶっていうことを考えた時にあまり現実的じゃなかったところを、千葉ジェッツさんが面白いっていう発想 でそれをまた鎌ヶ谷工業さんが面白いっていう風な見方できっかけをもらったっていうのが、普段のショーならだいたい設営に2時間、まあハーフタイムショーってもうもらってる時間がそもそも全部で10分以内なんで、僕らは設営するのに1分半が限界のラインというか、まあ、それ以内に作らないとショーが成り立たない。なぜ1分半で、ね、ライダーが飛んじゃうんで、まあまあちょっと恐怖でしかないんですけど、毎回、まあ、プロバスケットボールのその時間の中にその僕らのショーを収めるっていう使命があるんで、そのバスケの試合を盛り上げるために世界最速の BMX ショーをやりに行くぞ千葉ジェッツで、っていう感じっすね。いやー、清水さん、静岡市よりママタミハウリダリトまあまあでも、ライダーが 100% 信頼してるので飛んでくれるっていうことだけは皆さん頭に置いておいてください。それがなんか僕らのせいでこけるっていうことは絶対ないようにしてっていうことだけ。はい、完了しましたか？試し飛び OK ですか？
自分に近くいるんだ、あんま緊張してない、いや、今ちょっとじわじわ来たんです。あれ緊張してる、緊張してん、マックサークルのところだけ心配心配、うん、ここだけ若い頃から小慣れしてるとだんだん上手くなってきて、やっぱ気持ちが結構強くなる、ね、今のメンタル、メンタル慣れするよな、世界戦と似てるよね、はい、自分の今緊張がどれぐらいなのか探ってやるって感じ、そうだよ、なんかしすぎてもダメだし、しなさすぎてもダメじゃん、程よい感じを作んなきゃいけないんですけど、じゃあ若い口からやっぱこういう舞台踏んでたらもう相当有利ですね、他の人に、完璧、マジで完璧ちゃうか、あのあそこ詰めるだけ、詰めるとこ、そうね、詰めるとこ大会とかぐらいしかやっぱその人に見てもらえる機会がないというか、大会もやっぱりそのね、すでに BMX やってる人が中心に会場にいてるわけで、全く知らない方に対してこういうことやってますよっていうアピールする機会が基本的にないので、後輩の子たちにね、そのプロとして活動していくためのこう場所を一つ作りたかったというところがあるので、あんなね、まだ小学生のキッズライダーに、こういう場で演技してもらえるっていうのはちょっとまあ僕としてもやっててよかったなというか、やってきた甲斐があったなというところなのかなと思います。ちょっと緊張してきたので、じゃあバッククリップを最後に入れたいです。やる、おい、楽しんで、でもちゃんとこけないように、まあ、お客さんを沸かせるように頑張りたいです。動きます、行っちゃっていいですか、行っちゃって行きます、行き OK、はい、
playing all night. I'ma keep it going to the end. この4回目に至るまでにコロナでねちょっとだけ期間が1年ほどなんか空いたんですけども、またここに帰ってこさせてもらって、かっこいいな、すげえなって思ってくれた人たちとのこう絆が生まれていくっていうのも、今までこのエアトリックショーやらせてもらっててすごい感じてる部分ではあるので、最後あの紹介でお客さんの目の前に立たせてもらって手を振ってる時にお客さんの反応がよく見えるんですけど、そこでこうやっぱ僕たちが届けたかった思いをがしっかりお客さんに伝わってるなっていうのが、お客さんの反応を見てすごい感じることができて、また帰ってこさせてもらえてよかったなと。あれ何回か見てるんですけど大好きなんで。そうなんです。でもそれをしたのもジェッツの試合に来て、その時たまたまやっててそれで初めて来て、今日もやるから見に来たんです。でも迫力あってすごかったですね。はい、めちゃくちゃ興奮しました。ちょっと声が出せないのが残念でした。わーっわーっていうのを我慢して。初めて見たんでやっぱりすごいなって思いました。自分も自転車乗ってるんですけど、ああいうことやったことがないんで、これすごいなと思いました。正直高さと迫力は本当にすごいかったんで、はい、また戻ってきてくれたらまた船割りでも見させてもらえればなと思ってます。